はい、おはようございます。皆さん久しぶりでございます。明けましておめでとうございます。2023年、新年明けましておめでとうございます。新年一発目の動画はやはり四万十市を散歩する動画になります。皆さんよろしくお願いいたします。お久しぶりです。やっとあの学校の方に始まりましてですね、1月今が11日の水曜日平日になります。やっとですね、学校始まってですね、子どもたちも学校行って、こう平日の風景に戻った感じでございますね。もうずっとね、こもりというか外出れんかったんで、やっとプライベートな時間が持てて散歩に来ています。今僕はですね、コツカですか、コツカのあの分岐ですかね、コツカ分岐から来たところの堤防をですね、ちょっと向こうから散歩してきました。またいつも通りね、散歩しようかなと思います。初めての皆さんよろしくお願いいたします。あの四万十市やらね、畑地方をですね中心に散歩動画撮っております。あ、なんか懐かしいなみたいな映像がお届けできればいいかなと思ってね、 YouTube の動画をやっております。皆さんよかったらチャンネル登録やいいね、評価、コメント、ここ行ってくださいみたいなね、コメントもあったらどしどし募集しておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、また歩いていきましょうかね。ちょっと今堤防の下の方を降りてですね、この何橋、これ橋、何のいう橋なんかな、あのコツカに通じるこの橋をですね、くぐって、サンリバーとかのあっちの方でね行ってみようかなと思います。よいしょと、秋田部と申しますのでよろしくお願いいたします。いやー、結構動画があの見られててなんかこの前あの同窓会みたいなのがあってね、あのがっつり同窓会の方には行けなかったんですけども、ちょっと顔を合わせることがあったので、お話ししてたらですね、あの中村の YouTube の動画やるよみたいかとかいう話をしてもらいまして、ありがとうございます。あのもうね、いろんな人に見られてるなと思ってですね、あのちゃんとしたこと話さないかなとおしっこ漏れそうになった話とかね、そんな話しよる場合じゃないなという感じでですね、やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、いやー、なんかそもそもね、このなんかこう動画を撮ろうなんかなとか思いよったきっかけとしては、まあ40代になってね、まあ、このまま折れて死んでしまっていいのかなとか思ってねまあ40代の危機みたいな話をね、よく話は聞くと思うんですけども、40代になって新しい趣味始めてみたとかね、そういうようなことがありましてですね、僕もその一つでね、なんかこうなんか残したいなという気持ちに、駆り立てられまして、 YouTube の動画を撮ることになりましたということですね。まあ、その中やっぱ見てもらってね、反応があるのが本当に嬉しいですね。はい、現在私、コツカの方歩いております。コツカになるのかな、後ろ側のほとりを歩いております。あ、気持ちいい。天気がめちゃめちゃいいんで今日は散歩日和ですね。下の方では、芝生をね買っておりますね。あ、すごいね、おんちゃん一人でやるよね。で、向こうはラジコンの、ドローンでしょうか、まさにあれドローンやね、ドローンと一緒にやってる。いやー、すごいね、よく考えたら、まあ、なんか21世紀になったなって感じしますよね。あんな感じでほら、おっちゃんが一人で2台分を操縦しよういうのはやっぱなんかすごいなと思って、ロボットやな、すごいな、あれロボットと一緒に仕事をする世界になりましたね。こうやって見たらね、すごいね、あれあれどういうことかな、上で買っちょって下で買ってってこういうことなのかな。えらいもんやね、あれね。へえ、はあ、いや、さっきね、あのドローン飛ばそうかなと思って飛ばしてみたら、なんかね、バッテリーがこれ寒いでしょ今、あの低電圧警報ってね、あの電圧が低いよ言うて、寒いから電圧出ないよいうことで警報出ちゃって飛ばせなかったんで、ちょっとまたぬくめて、今車のね車内でバッテリーぬくめてるんで、後でドローンゆっくり飛ばしてみようかなというふうに思ってますけどもね。なんかもうバッテリーもドローンもちょっとねあるんですけどもね、だいぶ弱ってきてますね、古くなってきちゃって、落としそうで怖いです。
なんか職場の人らも YouTube 始めたい言うてね、いいよって雑 YouTube みたいな感じの YouTube を撮りたいいうことで、オープニング動画を撮りたいいうことでね、アイキさんのドローンで撮ってくださいみたいなね、オファーを受けまして、はい、ちょっとドローンのね映像も、提供しつつですね、今やってる感じですけどもね。現在橋を渡っておりますね。橋渡っておりまして、というのもね、この道歩こうかなと思ったのが、高速道路がね、中村の方にもね徐々に建設されていくということで、ちょうどあの向こうのね山からずっとこの橋の横を通って、あのサンリバーの駐車場と、それから、コンビニと、それからあのコスモスだっけ、コスモスのあの店舗のところをガーッと通って、あの山を越えて、宿毛専用道路の横に着くというような、計画のようですけども、まあひょっとねこの橋の上あたりを、上になるのかこう横に着くのか分かりませんけども、なんか橋桁がこうどん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 とあそこの向こうに立っていって、このねあのコスモスのあの向こうの看板のあたりの方高さでしょうか、あのあたりにこう道がどーんとついて、この山を貫いていくような風景になると思うと、随分変わるなというね感じがしますけどもね。だから消防のここから見えるかな、あのコスモスの看板、あの看板の高さぐらいやと思うんやけどな、あの辺りにこう道がドーンとついて、あのサンリバーの辺りのね方の方へこう橋桁がついて、この高さを維持しながら向こうへ、行くという感じになると思うんだけど、だから消防のあの建物に引っかかるかどうかぐらいじゃないね。どの辺にこうつくのか僕も詳しくは分からんけど、あのね消防の本あの建物をそのままぶち抜くか、それとも消防の建物を避けるかどうするかちょっと分かりませんけども、ね、どんな感じになるのね。橋というか、その何道路のよ、その下はよ、やっぱりあれなが下に駐車場になったりとかできんがでね、あのドーン言うてついたら多分この道路の下は金網で封鎖されて入れんかったりするとねえ、どうなっていくのか分からんけど、このサンリバーの駐車場あたりは潰れそうな感じがしますけどもね。よいしょ。まあこの中村に帰ってきて一番最初の風景はこの交差点になるですかね。やっぱこの辺来ると、あ中村帰ってきたとかって思うでしょ皆さん。これよいしょっと行かしてもらおうか。いやもう病気になって死ぬか分かりませんから、ほんまに。まあ、もう同窓会言うたら、まあ、同級生言うたらやっぱりええもんやね。やっぱりあの中学校の時なんかは結構こう派閥とかよ、こう自分らと仲ええグループしか話さんかったけど、まあ、こうやって、まあ、同窓会で会うたらよ、話さんかった人らも話したらええなと思うがやね、やっぱりね。もうこうなったら運命共同体やからさ、どこまで長生きできるか競争みたいなもんですよ。もうみんなで一緒に手つないでゴールしようみたいなとこですよ、やっぱね。かっこつけるわけにもないし、はい、もうお互い生きちょってよかったなって手を取り合うてよ肩組んでよ、全然話したことない人だっても肩組んで酒飲んで話せる、そんな感じの空気感でしたけどもね。まああんまり長いことでおれんかったんですけど、僕の場合はね、やっぱりね、いや楽しかったですね同窓会。そんなんで今サンリバーの前ね、この交差点をこう渡っている感じですけどもね、ほんまどうなるのね。ここの横にこう、この山口のほら焼肉屋さんあったでしょ、この山口の焼肉屋さんからこのサンリバーのこのあのね駐車場あたりこうドーンとこう行くようになるんじゃないかなと思うんやけどね。まあ、サンリバーも懐かしいよね。
サンリバー前は もちろんこのサンリバー四万十だけやったからやけど、今こうホテルが今タッチョーがやけどね、昔はここにプールもあったもんね、ホテルがあってね、プールがあってね、ようプールで泳ぎよったな。ほんで子供の時やけん、まあ、あの鍵かけるのもええろよって、鍵かけんずくに更衣室からプール着替えてわーって泳いで帰ってきたら財布盗まれてたいう記憶があります。財布はあったけど中身を全部取られちゃったみたいなねやっぱ鍵かけないかんかって子供の時にね思いましたけどもね、はい、そんなこともあります。サンリバー四万十ね、プールで泳いだ記憶があります。向こうにプールがあったよね、あの端っこ向こうの道路側にね。こんな大きな駐車場になってね、多分ファミリーマートラも引っかかるというふうに聞いたからだけど、タカララも引っかかる、この子のねタカラのシステムバスなんかも引っかかるがいないかなと思うがやけどね。ひょっとしたらこの俺歩きをこの風景をさ、これ撮っちょかんといかんなと思ってねえ、コスモスですよコスモス。もう今や普通の生活のねえ、あの仕事終わったら僕すぐここへ帰りに来たら、もうやっぱり同じように職場の人とばったり出くわすみたいなこといっぱいあるんですけども、あのコスモスですね、ご用達でございますね私のねコスモスも店舗が向こうの駐車場の向こう側に行くって言ったね。店舗引っかかるからわざと、ほら本当やったらってこの店舗はこう駐車場の一番奥側にあって、で駐車場があってお客さん入れるというようなシステムらしいね。あんな建物を作りながらだいたいこっち側に建てちゃうということだけど、こう引っかかるから想定して建てちゃうというようなねことですけど、唐揚げ弁当、かなちゃん唐揚げ弁当、これ11時、今度ここ食べに来てもいいですね、唐揚げさんね。丸町の昔の丸町があるところですね。ほらこうディスカウントショップね、コスモス、これも、まあ、向こうに移るのかそれともどうなるのか分かりませんけどもね、多分取り壊してこう向こうに店舗を建て替えるみたいなことになるんじゃないかなって話はしてましたけどもねこれどういうことだ、医療テナント募集、新規開業移転、どういうことなんだろうねこれ。薬剤部、医療テナント新規開業移転、歯科美容系を除きますってことは、なんか小さなあの何々かみたいなさ、歯科美容系を除きます、皮膚科とかあのケロちゃんとかの高知のあのなんていうとこでしたっけ、あの国立病院のそばのあるあの医療の集合施設みたいな、あんな感じになるんかな、コスモスと一緒にやるみたいなことかな。あ、医療テナントも募集しているみたいですね。どうなっていくんでしょうかね、変わっていくんでしょうか、消防はどうなるんでしょうかね、消防の場所変わったりするんでしょうかね。なんか何でも南省のあの裏側に行くとかどうとかいう話もありますが、どうなんでしょうか。南省の裏側の道を削ってね、京町の方まで直結させるみたいな計画もあったようですけども、かなり山の方は傾斜が強いのでまっすぐ道を下ろすことはなかなか難しいんじゃないかみたいな話もあったりなかったりですけども、まあ四万十の消防署ですね、消防団でよくここへ来てですね、いろいろ講義を受けたり、装備品をもらったりしていますね。消防車いっぱい並んでます。ね、有事の際は本当に頼もしい存在ですよね、うん、はしご車もあったみたいですけども、はしご車なんか場所変わったね、中村にはまあいらんということなんかな、はしご車もあったけど転属というか転勤になったでしょうかね。はしご車1台1億何千万で言ったかね、フェラーリ1台が走るよみたいなもんでしょうかね、かなり高いみたいですけども、これずっと行くとあの中村 あのバイパスですかね、渡り川大橋に行くというような感じですね。左手は中村の警察署になりますね。
ここね雪の日とかね、俺歩いて職場に行くんやけど、あの向こうの空腹場の方はさ、やっぱ高知県こっち来ようかって、こっち側やったら人の通りもあるけん歩いて行けると思って、こっち歩いてきたらここガビガビに高知がこの道あの影になっちゃってってもうあの滑ってほんま、もうこのガードレールあるでしょ、このガードレールを手すり代わりにもういざって降りたみたいな経験ありますけどもねここ結構要注意ですね、雪の降った日は凍結してツルツルになります、影で怖いです。もちろん道路はね大丈夫だけど、歩道ね結構やばいです、ここガビンガビンです、朝は。よいしょ、あ、GoPro まだ生きてる。なんか最近 GoPro の、今日はね GoPro で撮影してましてですね、おりますが、よくね GoPro がね最近ね調子悪くて、固まって画面が固まってねフリーズしたまんまで撮れてないみたいなことがあったんですけども、今日はいいですね、調子良好いや、やっと今日撮影できてよかった。いやもう撮れ撮れってうるさいんですもん、もうでもまあこの辺で終わろうかな、またあのご視聴よろしくお願いします。またね、今年も頑張ってやっていきますんで、よかったらチャンネル登録といいね評価やねコメントよろしくお願いいたします。そんなわけでございました、中村のコツカからですね、歩いてきました、高速道路できたらいいなというのね、回でございましょうか、またよろしくお願いします、ほんならね、さよなら。